イットリウム系超電導体とは、イットリウムを含む90ケルビン以上で超電導転移を起こす化合物のことである。高温超電導の中で、同酸化物高温超電導に分類され、YK 高温超電導体、YK 同酸化物高温超電導体とも書かれる。化学式は、イバニ CU3O7 である。構成する元素の頭文字を取ってイブコ、または、 抗生元素の物質量比から Y123 とも呼ばれる。初めて発見された液体窒素の沸点を超える転移温度を持つ超電導体であり、この発見以後、超電導の研究が盛んに行われるようになった。イットリウム系超電導体の構造1987年2月にヒューストン大学のチューラによって y b a c u o 系超電導体が90、 形以上の転移温度を示すことが報告された。液体窒素の沸点を超える転移温度を持つ超電導体としては初めての発見であった。それまでに見つかっていた超電導体は WACUO で 30K であったが一気に 90K 前後まで転移温度が上がったため高温超電導と呼ばれることとなった。ここでいう高温とは従来の超電導体の転移温度のような 極低音と比べて、高音という意味である。結晶構造は、ペロブスカイト構造を基礎とした相乗の構造である。酸素欠損を有するため、イバニ CU3O7Δ あるいは、イバニ CU3O6.9 等と書かれることもある。気度類アルカリ度類同酸素から構成されている。Y を他の気類元素に置換しても、同一の結晶構造を取り、 90K 級の転移温度を示す。チェ t v では結晶構造を作らず超電導体にならない。パープルでは結晶構造は作るが超電導にはならない。消結温度はイオン半径が大きくなるに従って高くなる。消結温度が一番高いのは GD の摂氏950度である。イオン半径の短いは 90K 以上の以上の資料を作るには 摂取920度から摂取980度の焼結温度が必要である。気度類型の焼結時間を平均すると、ER は12時間、f は13時間、DY は16時間、GD は21時間、ND は24時間である。イオン半径が短いグループの平均の焼結時間は12から16時間である。イオン半径の長いグループは20時間以上必要となる。 以下の化合物から焼結法により悪く体を得ることができる。蒸気の粉末原料を y B、a c u がモルヒで1、2、3の割合になるよう表量する。それらを乳鉢で均一になるまで十分に混ぜ合わせる。順番は黒い酸化銅と白いイットリウムかバリウムのどちらかを混ぜて灰色になってから余った白いどちらかを混ぜると均一になりやすい。 空気中で摂氏900度くらいの電気炉に9時間ほど仮焼きを行う。焼き上がったものを粉砕、再度混合し、2ト、mm、ルほどの厚さにプレスする。摂氏930度くらいの電気炉に20時間ほど入れて本焼きを行い、12時間ほどかけて常温にする。また、本焼後に、 酸素アギール処理を施すことによって、結晶中の酸素量を最適化させる作業を行えば、より理想的な転移温度を示す。具体的には、空気分一気化にて数時間以上摂取430度に保持した後に給冷を行えば、最適な酸素量となる。4端子法で電気抵抗を測定して90系ほどで転移し、電気抵抗がゼロになれば、作成は成功である。 これまでは潜在化が困難だったため、バルクや薄膜での用途が主だったが、リブコで潜在化が可能になり、近年では、核気共鳴分光形や核気共鳴画像法への適用が期待される。ありがとうございます。